アベタマちゃん、ポケモンのゲームで最初の3体選ぶときに草ポケモン選んでるやつ、大体弱い。ほんで水ポケモン選んでるやつは大体強い。どうも皆さんよろしくお願いします。翼です。はい、ということで本日なんですけども、急遽なんですが神戸、サンダープレミアムアウトレットにやってきております。この動画を撮影している前日にですね、リンクプレミアムアウトレットに実は遊びに行ったよっていう動画ちょっと上げさせてもらったんですけど、そのコメント欄でですね、ナイキアウトレットが今破格のアウトレットセールでダンクとかバン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 売ってるんですよ。ほんでジョーダンとかもちょろ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 出てて、で 2,3 ヶ月ぐらい前に出たエアジョーダン2のラッキーグリーンっていうモデルがあるんですけど、こちらなんですが、こちらのモデルがですね、早くもアウトレット落ちしてるんですが、その価格がなんと 6,900 円とかで、今結構関東の方とかでも一部アウトレットにちょろちょろ出てて、それを狙って実はリンクプレミアムアウトレットに遊びに行ったんですけども、関西最強のアウトレット施設と言われているリンクプレミアムアウトレットに置いてなかって残念やったなっていう動画だったんですけども、コメント欄でですね、神戸サンダープレミアムアウトレットに置いてましたよ、6900円でっていう風なコメントをいただきまして、マジかということでですね、翌日にですねサンダーアウトレットにですね、飛んできました。で現在ですね、お盆休みの最終日になっておりまして、もうすでにですね結構人いっぱいいるんですよ。なのでちょっといつもみたいにねゆっくり見ることはできないんですが、もうすでにね並びとかも結構できてるんで、ナイキアウトレット並んでるのかな、ちょっと心配なんですけど、まあそんな感じでね、本日は神戸サンダープレミアムアウトレットね、見ていきたいなと思っております。皆さんちょっと見てくださいよ、キャップところ T シャツ。先日ね、発表させてもらった通りですね、2023年8月の27日日曜日にですね、エールジャパンとフレッシュキャップのコラボによるですねポップアップイベント、フレッシュキャップの店内でですね開催させていただくことが決定いたしました。そのタイミングでですね、発売させていただく今日はですね、キャップと T シャツ、あとはまあショーツも履いてるんですけど、まずちょっと T シャツから見てもらおうか。ちょっと今回の大目玉なんですけど、エディとラッペルの顔、久しぶりのフェイスローですよ。そして味噌はバックプリントなんですけど、じゃじゃん、ちょっと遠くから見ましょうか。こんな感じ、ホワイトとブラックリリースされるんですけど、めっちゃバックプリント良くないですか。ちょっと今年エールジャパンでリリースさせていただいた T シャツの中で今年多分一番気に入ってるかもしれないです。でこの下にですね、フレッシュキャッププロダクトバイエールジャパンと書いてると思うんですけど、エールジャパンの専属のですねデザイナーさんにですね、エディとラッペルのですねイラストを書き下ろしていただいたんですけど、ほんで初のナイロンショーツも出ます。めっちゃ涼しいナイロンショーツ。左足側にですねフェイスロゴが入ってるんですけど、これブラックボディにホワイトプリント、ちょっとイメージ変わるでしょ。ちょっと風強いんで音声乱れてたら本当に申し訳ないんですけど、これの T シャツも出ますよ。そして、そのタイミングでですね、エールジャパンのエクスクルージブモデルの、ニューエラのキャップも出るんですが、スニーカーズコレクションと題しまして、今回はですねこちら、感の鋭い方はねもうピンと来はった方もいらっしゃると思うんですけど、今回は5950シカゴカブスサンダーリリースさせていただきます。こちらイエローカブス、ブラックイエローのカブス、そしてアンダーバイザーイエロー、サイドパッチ、風強くて皆さんすいません、バターマンロゴ、スウェットバンドもブラックというね、かなりシンプルなロゴなんですけど、今年ね2023年度非常に盛り上がりを見せたですね、僕も大好きなエアジョーダン4のサンダーですね、歴史的なモデルですよ。こちらとですねコンビネーション、アメリカ村フレッシュキャップスタイル、そしてエールジャパンスタイルご紹介させてもらってるんですけど、念願のですねスニーカーズコレクションということで、こちらの5950シカオカブスサンダーも、一緒にリリースさせていただきます。全部新作ずくめで超気分いいんですよね。もちろんスニーカーですね、エアジョーダン4サンダーですよ今日は。そんな感じでね、今日はシンプルイズベストな、スタイルで急遽サンダープレミアムアウトレット、遊びに来ました。ということで、見ていきたいなと思います。まあ世間はお盆休みの最終日ということでね、車もねすでにねめっちゃ止まってるんですよね。ナイキアウトレットすぐ入れるかもちょっと怪しいですよこれは。今日はちょっと天気悪いんで暑くないっすね。もうそれが唯一の救いというか、もう今日は先に言うときますよ、もうエアジョーダン2ラッキーグリーン6900円のやつ、もうこれ一点狙いですよ今日は。もうそれのためだけに今日わざわざ僕神戸まで来たんで2時間ぐらいかかりましたよ。まあまだギリギリ午前中なんで、こんな感じなんですが、もうこれ午後になったらね人混みの嵐になるでしょうね。早いかな。これなんかファッションセンター街はこんな感じなんですけど、先に飲食店のとこフードコート前通ったんですけど、もうくっそ並んでるんで、あ、ナイキは多分ギリギリ行けるっぽいっすね。並びとかはできてないですね。なんとかすぐ入れそう。お盆商材でしょうか、パッキンだらけですよ。もうレジババゴミっすね、すでに。あんねんけど違う、俺はラッキーグリーンがええんや。これしかもウィメンズっすね。マジか、ウィメンズか、
しかも俺のサイズないね。US6、7、7半までしかないっすね。ジョーダン1のこれ、はい、王子。これもウィメンズか。一番でかいやつでも、ウィメンズ25センチ。坊主神戸まで来たのに。こちらキッズっすね。黒赤。9900円。安いっすね。まあ、定価なんぼなんか知らないですけど、キッズは。はい、こちらもキッズ。これかっこええな。マジか、でもないわ。ということでこちらですね、このローの、これはウィメンズモデルじゃないのかな、これもウィメンズですね、すいません、ウィメンズモデルみたいです。7999円の破格プライス、店頭在庫のみ。僕のサイズありません。こんだけ安かったら自分のサイズだったら買うて帰りたいですけどね。いや、サンダね、めっちゃいろいろあるんですけど、サイズ全部ちっちゃいですね。マジで28とか29とかもう全然ないです。リンクの方が全然ありますね。ちょっと僕やらかしてました皆さん。俺ずっとウィメンズコーナー見てました。向こうウィメンズなんですね。メンズこっちっすね。いや、もしかしたらほんな置いてるかもしれんっていうことですよね。いや、ちょっとやっぱないっすね。で、今店員さんに裏にあるかちょっと今聞いてもらってます。なんかあったのはあったらしいんですよね、そのラッキーグリーン AJ2 なんですけど、もしかしたら裏にあるかもしれないとのことだったんで、ちょっと確認しています。エアペニーがね、とにかく安い。ほんでいろいろある。ちょっとこれマリナーズカラーっぽいような感じになってますよね。これちょっとグリフィーっぽいような感じ。7900円。ちょっと待って、これとかめっちゃええやん。マックスペニー、これ普通に欲しいんやけど。しかも6999円。もう俺ジョーダン2今なかったら。ちょ、皆さん、あの表には出てなかったんですけど、なんと裏から店員さん出してくれました。ただ10ハーフはなくて、一番大きいサイズ US10 っていうことは28センチなんですけど、多分履けると思うんで AJ2 やったら、試着してこれいけたら買って帰ろうと思います。もう全然出てないんで、店員さんに声かけてマジでよかった。いやー、これ6999円熱すぎやろ。しかもこれラスト1個言ってましたからね。やばい、6999円の靴ちゃうで。これ2万円の靴やで。これ答えも完璧っすからね。むちゃくちゃ綺麗これ。よいしょ、あ、いけますね。完璧なんで買って帰りたいなと思います。これいけるわ。もうえぐいっす、もう死ぬほど混んでますよ。はい、ということで、買えました。ラッキーっていうか、もうね、人多すぎて、これはもう緊急事態や。もうこれはもうそそくさも出ますよ、このアウトレットから。もう屋上へ避難してきたぜ。はい、ということで、本日はですね、ちょっとチョッパヤコースの買い物だったんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。ということで、久しぶりにね、ナイキアウトレットで買えましたよ。めちゃくちゃ嬉しい。ほんまに久しぶりですよ。最後俺ナイキアウトレットで買い物したほんまに覚えてないぐらい買い物してないんで、これからね、また再びナイキアウトレットバブルがね、来るんじゃないかなと、思いました。現にね、今日まあお盆休みっていうのもありますけども、やっぱナイキアウトレットね、めっちゃ人増えてるような印象ありました。ほんで昨日はね、リンクプレミアムアウトレットに行ってたんですけども、確実に人サンダーアウトレットの方が多かったですね。まあ立地的なところでもね、リンクプレミアムアウトレットの方がですね、アクセスがいいのでお客さん多いような印象あるんですけど、あの神戸サンダーのね、ナイキアウトレットの方がですね、圧倒的に人多かったんで、まあそういった価格的なものもそうやと思いますし、まあお盆休みの需要、まあいろんなものが重なってね、他のお店はね、結構ガラガラやったんです。まあ飲食店はもうババゴミやったんですけど、ナイキアウトレットだけは特に人がね、多かったね、印象がありました。まあ僕もこうやって久しぶりに買ってますしね。ということで、じゃじゃん、はい、こちら箱も状態めちゃめちゃ綺麗ですよ。こちらジョーダン2ラッキーグリーンゲットしました。はい、ということで探してましたよ。はい、今回ですね、いつも、まあ、10ハーフもしくは11履いてるんですけども、10ハーフも11も売り切れやいうことで、10、28センチですね、もしかもうちょっと在庫がないですということだったんで、まあもともとね、ジョーダン2って結構作り大きめなんで、横幅まあいけるやろうということで試着させてもらったんですけど、いけたんで、今回ですね、こちら購入させてもらいました。もちろん黒タグ付きですね。これね、バックヤードから在庫出してもらったやつなんで、試着の後もね、一切なく、状態めちゃくちゃいいっすね。めちゃくちゃ綺麗。ミッドソールがね、セイルカラーになってて、アッパー部分はホワイト、そして差し色でこうグリーンが、まあ、通称セルティックスカラーってこれ言われてるのかな。表示価格やと6999円やったかな。それがですね、今お盆休みの影響なのか、なんかナイキメンバーシップオンラインサイト登録してはる方はクーポンも付与されて 10% 割引、こちら適用商品になりますんで、6300円ぐらいで今回購入しました。やばないですか、このジョーダンブランド。
そしてエアジョーダン2のこの新作モデルが6300円ぐらいで買えるとめちゃめちゃ安いと思います。これ僕の知り合いのフォロワーさんでこの前アウトレットで見て1万円ぐらいで買ったよって教えてくれはった方いらっしゃると思うんですけど、これねこの前1万円で買った人怒りますよね。もうすぐに6300円まで下がってるんで4000円の値下げはでかいですよ。だって元々がこれ2万円ぐらいするモデルですよ。それが1万円半額ぐらいで販売されてさらにまた割引ってね、ナイキプロパー商品どんどん値段上がってますけど、ほんまはどれぐらいの値段で勝負できんねんみたいな、これ6300円は相当安いんじゃないのかなと思いました。ザ・アウトレットで買い物みたいな、そんな気持ちになれた、今回買い物ができたなと思っております。でさっきのちょっと話の続きになるんですけど、もうとにかくそのお客さんが多くてレジもあんだけ並んで多分スタッフ足りないんでしょうね。これも結局お店出てなかったんですよね。っていうことは、まあ、いわゆる店内の出し物、リプレッシュがちょっと追いついてないような感じなんで、裏バックヤードには在庫があってフロアには出てない、いわゆる商品の補充ですよ。これがまあちょっと全く追いついてないような感じだったんで、皆さんアウトレットにこれから行く際は、まあ、SNS とかでねこんなモデル売ってるよって、まあ、結構皆さん上げてはると思うんですけど、まあ、僕もたまに上げたりしますけども、気になるモデルはね店員さんに一度在庫あるか確認してもらったらいいかもしれないですね。結構出し漏れあるっぽいんで、これ今回ね店員さん、まあ、僕のことをなんか知ってくれてはったみたいで声かけてくれたんですけど、店員さん声かけてくれたから僕、いや今日これね買いに来たんですけど在庫ありますかね、あもしかしてあるかもしれないんで見てきますってことでこれポン出てきたんで、これ店員さん声かけてくれへんかったら僕ないもんや思って帰ってたんで今日。いや本当にねこれ奇跡の買い物やなと、しかも値段も奇跡の価格、最高の買い物ができました。いや本当にですね教えてくださった視聴者の皆様本当にありがとうございました。いい買い物ができましたおかげで。ということで、最後になりますが2023年8月の27日日曜日ですね、フレッシュキャップにてエールジャパンとフレッシュキャップのコラボによるポップアップが開催されますということで、今回はですね動画冒頭でもご紹介させてもらいましたけど、こちらキャップがですねスニーカーズコレクションということで、こちら5950シカゴカブス通称サンダーがリリースされます。しかもこれチャイナ製なんですよ。めちゃくちゃ被り心地いいです。そしてもうキャップと同じぐらいこれ今回超熱いんですけど、プロダクトバイエールジャパンによるですねフレッシュキャップのエディ&ラッフェルの SSD、 左胸にねフレッシュキャップとエディとラッフェルの顔、こちらエディとラッフェルのイラスト、そしてねフレッシュキャップエールジャパンの、プロダクト専属の、デザイナーさんにですね書き下ろしていただきまして、今回フレッシュキャップとエールジャパンのコラボレーションによる SSD、 こちらね T シャツの素材もメイドイン USA のものになってて、シャリシャリのSSD になってますんで、もう首元のキュッとしてるねタイプになってますんで、これの色違いでブラックもご用意あるんですけども、これ今同時にねショートパンツナイロンパンツね、リリースさせていただくんですけど、この辺にブラックの SSD の写真も、おそらく上がってると思うんですが、こんな感じで、ナイロンパンツすいません見えないですよね、はいこんな感じでブラックのナイロンパンツ、そして、ミントカラーのショートパンツもリリースされます。イラストがね左足の方に結構大きくエディとラフェルのプリントが入ってるんですけど、このパンツもですね今回エールジャパンで初のナイロン製のショートパンツになっててめちゃめちゃ軽いです。まだまだ暑いんでね皆さんにとってもね、重宝するこれショートパンツナイロンパンツになってるんじゃないのかなと思いますね。ぜひですね2023年8月の27日フレッシュキャップにてポップアップ開催させていただきますね。ぜひぜひね皆さん遊びに来ていただければなと思っております。で今回ねコンビネーションムラムラっていつも言うてますけども、スニーカーズコレクション通称5950サンダーということなんで、足元はね皆さんもちろんジョーダン4のサンダーね持ってはる方はぜひ履いてきてほしいなと思っております。詳細はですねインスタグラムチェックしていただきますと今後ね情報開示させていただきますので、ぜひともですねフォローしていただいてチェックしていただければなと思っております。ということで、今回の動画ねおもろかったんけど思っていただいた方ぜひともですねグッドボタンの方とチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで皆さんで、ね、また次回の動画でお会いしたいなと思います。どうも皆さんありがとうございました。